皆さんこんにちは伊藤塾講師の磯村です卓研試験はじめの一歩始まりました第二十回目となる今回のテーマはこちらとなります農地法を五分で整理いたします農地法について見ていきますまず最初に今回の目次としまして農地法の目的をまず確認しますそして三場許可が必要な場面とその例外 4条許可が必要な場面とその例外5条許可が必要な場面とその例外この4点について見ていきますそれでは例のごとく5分で整理ということなので見ていきたいと時間を計っていきたいと思いますはいそれでは農地法の目的農地を農地以外のものにすることを規制するとともに 農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進しおよび農地の利用関係を調整し並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り 持って究極の目的として国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とすると、えー、実際にはですね宅建室試験で出題される知識としてはこの赤字の部分農地を農地以外のものにすることを規制している時の知識あとはこの下農地の利用関係を調整するまあ三条許可と この辺の知識が問われてくることになりますではまず早速産乗許可が必要となる場面とその例外について見ていきます農地または再送放牧地について所有権を移転しまたは地上権栄光作権市地権使用貸借による権利 賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定しもしくは移転する場合には当事者が農業委員会の許可を受けなけなななればならない例外として権利を取得する者が国または都道府県である場合各個市町村である場合には許可が必要とこの三条許可の場合は。 取得原因今回のその権利の取得原因が相続であるとか遺産分割協議であるとか財産分与などの場合には許可が不要となりますこの取得原因についてはこのほかにもありますので時間の許す限りそこら辺も出題ポイントになりえますから確認していただきたいところあとはですねこちらには書いてないですけれども定当権の設定というのも この許可が不要きっかけでよく出るんですけれどもこの真ん中あたりですかね使用及び収益を目的とする権利ということで誰がその農地使ってるんですか実際に使ってるのは誰なんですかっていうところがすごくポイントになりますので抵当権っていうのは非占有担保ということでもともとの所有者が抵当権者ではなくもともとの所有者が基本的にその土地を利用していると。 だから定当権を設定したとしてもそこに移転はありませんから誰が使っているかについては移転はありませんから、えー、定等権の場合は不要なんだとということです続いて4条,4条許可が必要な場面とその例外農地を農地以外のものにするものは都道府県知事の許可を受けなければならないこの再創放牧地についてはこの4条について関係ないんですね。 農地を農地以外のものにするものは都道府県知事の許可を受けなければならない指定市町村の区域内にあっては指定市町村の町の許可を受ける例外としてここからが出題ポイントですかね国または都道府県が国または都道府県等が道路等のように供するため農地を農地以外のものにする場合や市街化区域内特則 工作事業者がする 2R 未満の農地の農業用施設への転用などの場合はこの4条許可転用する場合の許可は不要ということになりますまあこの市街化区域内特則こちらはしっかりと理解していただきたいところ市街化区域というのは市街化を進めていく町づくりをどんどん進めていく場所なので農地が農地以外に利用されるのはまあ ウェルカムなんですよねですから、えー、この市街化区域内において農地を農地以外に転用する場合には事前に農業委員会への事前届けでここに括弧書きで書いていますけれどもこれをすることで OK だと許可まではいらないよこの市街化区域内特則はぜひ覚えていただきたいところであります。続いて誤乗許可が必要な場面とその例外というところで。 農地を農地以外のものにするためまたは再送放牧地を再送放牧地以外のもの各個農地を除くにするためこれらの土地について3条に掲げる権利を設定しまたは移転する場合には当事事者が都道府県知事等の許可を受けなけなななればならない例外としては国または都道府県等が権利を取得する場合。 あとは市街化区域内特則こちらもありましたねなどの場合は許可が不要となるとこの市街化区域内特則って条条条許許許可と5許可とにかかってくるんですよそれはなぜかというと3条許可は、えー、と農地のままただ使ってる人が誰か誰かに代わるそれに対する許可なので市街化区域で農地が農地以外になるわけではありませんから この市街化区域内特則っていうのは参上許可とは関係ないぞこれもしっかり覚えておきましょうはいそれでは5分47秒ということで今回もお疲れ様でした